ようこそ、夏みかんちゃん、たにちゃん。ようこそ、のんちゃん。全国高校握手会記念特別放送局。イエーイ、やったー。今回はですね、SKE48 と HKT48 の初の合同握手会です。魅力だと思います。すごい、ちゃんとしたコメント話せるんですね。どういうこと？何してた？違う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 、いや、なんかいつもふーとかしてそうなのに。そうだね、しっかりしてます。しっかりしてる。私が伝えたいですね、SKE48さんに伝えたい HKT48 の魅力はですね、そうですね、何だろうかな、 HKT って。 HKT でしょ。何？若い。若い。若い。かわいい。かわいい。裏でも仲いい。仲いい。裏でも仲いい。そうだね。あと、あとね、フレッシュ。フレッシュ。あと、精神年齢低い、みんな。お前だ。お前だけ一番低い。一番低い。一番低い。じゃあ、はいはいですね。どうしましょう。どうしましょう。じゃあ、台本見てますね。そうなんです。字がちっちゃくて見えない。台本マイカから、カノーさんに、これだけは聞いておきたいっていう。よく聞いてくれました。やっぱりね。聞きたいこと本当にたくさんあるんですけど、まずカノンさんにね、同じチームになることですし、カノンさんに聞きたいことがあるんです。何？あの、実は足のサイズなんですか？足のサイズ？はい、足のサイズ。ここで？はい、ここで。足は 22.5 です。ちっちゃいね。かわいい。なんで？何センチ？ 23.5 です。23です。いや、今日思ったんだよね、なんか両足でかいじゃん。しかも思ったし、細長いから。そう、私なんかもうチンチクリンだから、本当にてか、すごいから。26センチの人いますよ、足のサイズが。足のサイズが126センチ。いや、身長が身長が126センチですね。びっくりした。今ガチでびっくりした。ボスしっかり。いや、お前だから。そんなに、はいはい、初のコラボ企画も時間が来たという。早い。これからやっぱ SKE48 のファンの皆さんにも、 HKT48 のファンの皆さんにもやっぱ応援していただいてるんで、その期待に応えられるように、これから私たちも頑張っていきたいと思います。そしてそれぞれの決意表明をした動画を公式モバイルサイトで公開されますので、皆さんぜひ見てください。見てください。めっちゃ読んでる。それでは皆さん、